こんにちは、七尾です。また新しいクッカーを買ってしまいました。先日、プリムスのクッカーも、モンベルのクッカーも買ったとこなのに、今回新たに買ったのは、エヴァニューのチタンウルトラライトクッカー2。容量は 0.9 リットルです。開封。これクッカーの袋なんですね。なんか不織布みたいなんで。直径は 13.6mm、 13.6 センチですね。 13.6 センチで、深さは 6.4 センチです。で、重さは、107グラムですね。超軽量です。ですね、袋ラーメン作るのにちょうどいいサイズですね。四角のラーメンはそのままでは入らないですね。まあ横向けて入れるかしないとダメですけど、丸型のラーメンだったらそのまますっぽり入りそうですね。チタンクッカーはですね、熱伝導率が悪いので、お湯を沸かして調理する以外はなかなか使い勝手が悪いんですけども、それを理解して使うなら、ここのね、このチョボが、このチョボでね、ケトル代わりにもなるので、いい働きをしてくれます。今回ね、これを買った理由は、山登りでテント泊する時にはどうしても荷物が重くなりますので、少しでも軽量できる荷物は軽量しようということで、このクッカーを買いました。テント泊時にはね、このクッカーと、この小型のストーブと、この小型のガスで、重量と体積を小さくしようというわけです。今年はですね、赤岳、前穂高、槍ヶ岳とテント泊登山の計画を立てています。まあなんとか行きたいと思ってるんですけども、まあ、昨今の情勢がね、落ち着かなければどうにもなりませんけども、まあ、テント泊をたくさんしたいと思っています。それでは今回は、いっぱい持ってるのにまた新しいクッカーを買ってしまったお話でした。エヴァニューのチタンウルトラライトクッカー2のお話です。今回もご視聴ありがとうございました。